世界中に多くの移民を送り出した沖縄。初期の移民は単身で渡航するほとんどが若い男性。言葉の壁も厚く、出会いの場もありませんでした。島に愛を、車に夢を、ハイブリッドの沖縄トヨタ自動車がお送りします。1908年、日米において移民紳士協定が結ばれ、日本政府は海外への移民を制限することとなります。移民制限が始まると、家族でない者は移民先に呼べなくなる。花嫁を迎えることが難しくなっていました。そこで考えられたのが写真結婚です。多くの女性が写真でしか見たことのない男性と結婚するために海を渡ったのでした。出会ったその日に港で挙式を挙げることが移民の日常になります。夫と共に懸命に働き、子供を育て、新しい国での生活を築いたのでした。